どうも、なえです。今回のテーマはこちらローテーションになりますローテーションの定義のうまい覚え方を皆様にご紹介していきたいと思いますでは、次の動画をご覧くださいはい、ではローテーションのうまい覚え方を皆様にご紹介しますローテーションは回転とも呼ばれて、1XYZ にベクトル場が与えられていたとします この時、ロット a ベクトルを次のように定義します。すると、これはベクトル場 a ベクトルでの回転ということができます。こちらなどですが、かなりアルファベットの順番なのが覚えにくいので、ぜひ、このうまい覚え方をご参考ください。まず、アルファベット順に右から x y z、x, y, z, x, y, z, と書きますそして、こちらは3次元で定義されているので、成分はもちろん3つです。なので、2つずつに分けることができます。そして、分母の方には、先ほどの xyz、xyz の x と y を逆にしたものが分母に来ます。つまり、このようになります。こちらも、x と z を逆にしたものになります。こちらも、 y と z を逆にしたものが分母に来ます。このようにして覚えると、うまく、ローテーションを書くことができます。実際に書いてみると、まず三次元なので、三つの成分があります。そして右から、x, y, z, x, y, z と書きます。そしてあとは分数なので、このように、 分数を取ってあげて、その下は入れ替えた文字が来ます。xy では yx、xz では z、x、yz では y と z が入れ替わってます。そしてマイナスをつけてあげて、あとはラウンドで取ってあげる。ベクトル場を変えてあげる。という作業を機械的にやれば、少し文字が汚いのですが、 このように書くことができます。以上によりローテーションを簡単に書き表すことができます。はい、これでローテーションのうまい覚え方を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。